タレントの吉木りさが7日、自身のブログを更新。バナ娘と一緒に、今年最後、のプールを楽しむ姿を披露した。吉木は、今年最後のプールかな、とのタイトルで更新。昨日はとびきり暑く、すごく晴れていたので、プール、またまた入っちゃいました、と、自宅にあると思われるプールでマナ娘を抱きながら笑顔を見せる写真をアップした。本当はサマーランドとか行きたいねと言いながら行けず、出番がなかった水着をようやく着れました、と、大きく胸元が開いたオフショルダーにボタニカル柄のセット水着姿を披露、9ヶ月妊娠でも着れる水着で、出産後も着れそうなので来年の楽しみにしたいと思います、と綴った。吉木は2017年11月に俳優、和田正人と結婚。19年10月に第一子女児を出産。今年6月に第二子妊娠を発表していた。吉木はこの水着姿を6日に更新した自身のインスタグラムでも披露。フォロワーからは、ママの水着がセクシーです。まだまだセクシーですね。可愛くてセクシー。女っぷりたるや、親子グラビアデビューやん。などといった声が寄せられていた。